イート極道。痩せたな。あんたにこの声が聞こえているかはわからないけど、人の聴覚は最後まで残るっていうから話すよ。俺が今思ってること、あんたたちがいなくなっておじさんも死んで、俺は何をすればいいのかわからなくなった。おじさんのことが知りたくて今川組に入った。それは嘘じゃない。でも多分俺がこの世界を選んだのはそれだけじゃなくて、一人で生きていくのが怖かったんだと思う。まともに育ってない俺が普通の世の中でやっていける気がしなかったんだ。どうせ俺はこの世界でたった一人だってそう思ってた。でもあの人がいてくれた。俺は牧村さんが俺を守るって言ってくれた時嬉しかった。僕は甘利さんが僕を殺すって言ってくれた時嬉しかった。俺はここにいていいんだとそう言われた気がした。僕はもう少し耐えればいいんだと気が楽になった。牧村さんは俺にとって、甘利さんは僕にとって。まだここから1時間か。思ったより時間がかかったな。今日は強引に連れ出してしまったが、甘利組長は君を心配してるんだろうな。悪いことをしたよ。後でちゃんと謝らないと。最初は君を被害者だと思っていたし、今もその側面があることに疑いはないが、君たちの間には一定の信頼関係があるんだ。だから君に関しては甘利組長の心情もできれば尊重したい。できてるかはわからないけどな。鷲尾さんはどうして僕たちに関わろうとするんですか。これが牧村さんの思惑じゃないって言うなら、刑事としての正義感ですか。同じ失敗をしたくないからかな。失敗？俺は視野が狭いんだ。何かことが起きると一点しか見えなくなって、他は後回しにすることが多い。集中力はある方だと思うし、それで事件も解決してきてる。だがそれだけじゃダメなんだって気づいたのは数年前だよ。何かあったんですか。離婚した。ああ、鷲尾さん結婚してたんですか。あ、だからなんだ。あ、一人暮らしにしては家広いなって思ったんです。あはは、まあ二人で住んでたからな。と言っても俺はほとんど帰らなかったが、忙しくてそれどころじゃなかったんだ。家に帰らなくて離婚したんですか。あ、いや聞いていいのかわからないですけど。別に構わないさ。大した理由じゃない。学生時代からつかず離れずの関係だった女性といい年齢になったからと籍を入れたんだが、彼女は法曹界の人間で俺は刑事で、とにかく忙しかったんだ。結婚したもののまともに会話する時間もなかった。以前は都合をつけて会っていたのに、席を入れた途端それだから気が緩んだのかもしれないな。だけど俺はお互い手が抜けない仕事だから職務を優先するのは仕方がないとそんな風に思ってたよ。でもある日彼女に転勤の話が持ち上がって、今の状況じゃ特に結婚してる理由もないと言われて離婚に至ったわけだ。この話そういや牧村たちにもしてないな。まあ君が違和感を持ったくらいだ。何か気づいてるかもしれないが。でだ、離婚した時に思ったんだよ。本当はもっとちゃんと向かい合わなきゃいけない部分があったんじゃないか。優先順位だけで物事を判断していてはいけなかったんじゃないかってな。でもだからといって優先を決めて行動することが悪いとは思えなかった。互いの生活を尊重し合ってたつもりだったんだ。そんなだから俺の何かが悪かったのは自覚できても、何が悪かったのかは分からずにいた。長い間モヤモヤしてたんだが、いろいろ見てきてやっと気がついたよ。時には情を優先して動くのが人間なんだ。だから俺は
君を助けたいと思った自分の気持ちに素直になることにした。警察官としてはここまで踏み込むのはおかしいし、君と俺の関係性じゃいくらなんでも深入りしすぎだ。でも君は苦しんでる。苦しんでるから何かしたいと思ったんだ。一緒に鍋食った仲だしな。今日のことで何かが劇的に変わるなんて思っちゃいないし、君が救えるとも思ってない。でも少しでも君の中の自責の念が軽くなったり、物の見え方が変わればいいと願ってるよ。さてそろそろ俺は引き際だ。え？ちょっとさ、声かけてくんのマナー違反じゃない？悪い、こっそりついてきたいんだろうとは思ったが、さっき職場から呼び出しが入ってしまって。彼の自宅は距離があるから送りを任せたいんだ。頼めるか？そりゃいいけどさ、俺絶対嫌な顔されるじゃん。なんでついてきてるんですかって言われるじゃん。とにもう。で、今日の件どうだったの？陽介くんはなんだって？そこはあんたが聞いてくれ。俺に全部吐露してくれるほどまだ親しくないよ。そういう一番厄介なとこ押し付けるとかさ。すまない。でもその方がいいと思ったんだ。予想通りついてきてくれてて助かったよ。高投手と話した内容はどうする？知りたければ伝えるよ。変に勘ぐられても嫌だしな。刑事さん的に俺が聞いといた方がいいと思う？まあありきたりの内容だから特にな。シンプルに進む氏も騙されてたって話だ。ああそういう。へえ。まあ単純な人だったからね先代。仕方ないな。でもそれ高藤さんは全部知ってたわけだ。途中で感づいたようだ。それでも進む氏が幸せならと黙っていたようだが。あの人も優しく見えて優しくないからね。あの世代の中じゃ狡猾な人だよ。あんたも難しい立ち位置だな。まあね。でもまあ俺の役割ははっきりしてるから。できれば彼は生かしてやりたいんだが難しいか。陽介君は危うい。先のことが考えられなくなってる。彼の背負ったものを思えばそれも当然だろうし、彼が終わりを望むのも仕方ないかもしれない。だがあんたも本当は彼を生かしてやりたいんじゃないのか？この件に関しちゃ俺は陽介君の意思を守るだけだよ。彼の願いを叶える機会は常に伺ってるけどね。あまりさん来てたんですか？まあそりゃ心配だからさ。ってんな嫌な顔しないでよ。俺だって趣味で付きまとってるわけじゃないんだよ。現実問題この流れで君に何かあったら俺が立場ないよ。そこは分かってほしいんだけどな。それにそもそももうちょっと安全なところに住んでくんない？向こうさんも君に手を出すことはないだろうけど、それでもさ。それじゃ俺はこの辺で消えるよ。あまり組長には迷惑をかけて悪かった。そっちが嫌でなければ後日正式に詫びに行かせてくれ。ああそうだ、ちょうどいろんな花が見頃のようだから散歩して帰るといい。陽気もいいしな。散歩だってさ。する？危ないんじゃないですか？こんなところを二人で歩いてたら。あまりさん前に牧村補佐に撃たれたって言ってたし、その時はすごく大変だったみたいじゃないですか。黒瀬若頭に聞きましたよ。なんて言ってた？肋骨損傷で胸郭が腫れたか何かで呼吸困難になってたって。病院に着くまでに酸欠で死にそうで、下の人たちが真っ青だったって聞きました。なんで清澄君とそんな話してんの？仲いいの？全然。でも若頭同士なので入り事の時は席が近いことが多いから雑談というか。雑談で俺の死にかけ話する必要あった？あまりさんは敵が多いんで、こんなところフラフラしてたら危ないでしょう。
早く帰った方がいいんじゃないですか。そりゃそうだけどさ。でも俺だって毎日ずっと保身ばっかを考えて生きてるわけじゃないんだよ。ちょっとくらいいいんじゃない？まだ少し寒いけど、今の季節だったらビオラか菜の花かな。すみません、待たせました。いいよ、大丈夫？もう少しそばにいても構わないよ。いえ、もう言いたいことは伝えられましたし、カジたちにも悪いんで。植物状態っていうのは、脳幹が無事で自発呼吸ができる状態のことで、その場合は回復が見込めるらしいんですけど、でも脳幹やられてたらダメらしくて、大抵が数日で行ってしまうと。うん。逆にここまでよく持ったなって感じらしいです。そうだね、頑張ったと思う。敵ながらあっぱれって言っとこうかな。敵ですか、ブレませんね。ブレないよ、サナエさんだって俺に今さら同情されたくないだろうし。俺ずっと親に消えてほしいって思ってたんですけど、いざそうなったらやっぱり苦しいのは前に言った通りで、でも牧村さんが俺の居場所を作ってくれたから今はもう怖くないんです。それは俺もだよ。俺だって一人は寂しいからさ、ヒロがいてくれてよかった。前も言ったけど、いいじゃん共依存。それでお互い生きていけるなら、そう、共依存でもいい。それに俺たちは周りにたくさん人がいて、他にも大切なものがたくさんある。だから大丈夫だ。だけど本当にお互いしかいない二人は、片割れを失ったらどうなってしまうんだろう。ニート極道が宝島社よりついに小説家。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとコメントもどうぞよろしくお願いします。実写化、漫画化を目指して頑張ります。